とするね。いやー、あー、どうも、初めまして。なんかちょっとまた綺麗になったような。ちょっと髪型もね、短くなって。どうぞお座りください。洗練された感じが。いや、震える。どうですか、慎吾くん。いやー、めちゃめちゃかわいいねやろ。いや、びっくりするぐらい。いや、やっぱりやっぱしっくりきますよ。うん、しっくりくるね。しっくりくるかも、空気感なんかバチェラーの感じも親父さんが一気にホッとして気が緩んだ感じがして、なんかいいですね。なんかやっぱ、うん、っ一緒にいるとホッとします。うわぁ、いいですね。でもどこから話聞いてた。まああのなんか割と聞いてて、はい、何言ってんのこいつみたいなあ、いやいやいや、あらららら、あいやいやいや、こいつになっちゃったみたいな。まあ本当ね、包み隠さずというか、うん、これがまた ねいいとこでもありますから。そうですね、全部言ってくるから、ね、はい、こうやって公の場に出る気持ちっていうのはどうですか。緊張するね。緊張します。ね、今はこうやって2人の時間もあるわけじゃないですか、うん、なんか変わりました。いやなんかでもなんか異空間にいたから、うん、こう実際現実で、はい、まあ、メールとか電話とかやっぱできるのがすごい新鮮やし、そうやね、メール電話が一切できなかったからね、うん、でそういう当たり前のことができるのがすごい嬉しい。そうや、人生の中でないもんね、そんな2ヶ月間ないっすね。ねえ、周りと連絡取られへんっていうのは、まあ、確かに連絡先交換するのとかちょっと照れくさいですよねあ、なんか、うん、よくわかんない気持ちだった。改めて、ね、なんか私ずっと、はい、あのシーズン1の時から思ってたんですけど、お互いに連絡先とか知らないし、うん、メールの文章がどういう感じかとかも知らないじゃないですか。あ、なるほど。でも普段ってメールの、あ、この人のメールの文章ちょっと合わないなとかあるじゃないですか、うんうん、あるじゃないですか。だからめちゃめちゃ変な顔文字使ってくるじゃないですか、うん、あるじゃないですか。そういうの大丈夫でしたか。あ、なんかでもわら、かっこわらみたいになるじゃないですか、はい、あれをめっちゃダブルでやってくるから。あ、いや、若いな。若いな。ちょっと若いですね。サイバーエージェント。サイバー、そこはサイバーエージェント。感覚若い。そう、なんか私逆に昭和っぽくて笑ってやるから、はい、なんかそこに違和感はあったけど、うん、慣れた慣れたそうね、好きな人だもんね。あの、皆さんはどうですか、改めて。いや、私も泣きそう、やばい。泣いてて、なんで福田さん泣いてる。いや、福田さんはだってお母さんだからりんたろー、よかったねって言って。うーん、こうやって2人の今の改めた空気感を見ると、やっぱりちょっとね、戦ってた時とは違う気持ちになると思いますけど、皆さん。いや、よく頑張ったもん。さあ、それでは改めてこうやって見ても、やっぱり黒田さんの思いっていうのは、うん、ね、やっぱすごい、やっぱ言ってましたね、うん、ずっと最初から。それがもう揺らぐことはなかったんだ、もうどんどん強くなっていったの。そうですね、揺らがなかったですね。まあ、追いかけたいタイプって分かってるんですけど、はい、でも逆にこう愛されたらどうなるかなとか、うん、そういう面が見てみたかったっていうのもある。いや、本当心から祝福したいお二人ですよね。やっぱずっと見てると本当に、確かにね、感情も入るし、あとやっぱ途中のデートがもう素敵すぎて、うん、ありましたね、こちら。もうこの沖縄デートがやっぱり沖縄最高ね。いや、もう本当に幸せな一日でしたね。意味やんな、こんな。もうロマンチックすぎて、はい、幸せすぎてどうしたらいいか分からなかった。指原さん、どうでした、あの沖縄デートは。いや、沖縄デートすごい良かったんですけど、うん、やっぱ唯一悲しいのは、あの花火を見ていた他のメンバーというかやっぱりあれがね、みんなはどうか村の花火大会であると思ったの本当に、たまたまであれそんな偶然が。アズアズは、あのデートの後っていうのは号泣してたんですよね。いや、もう泣きましたね。あのインタビューやったっけ。そう、インタビューで、いやね、これはやばいと思って。そうやね、初めて私のストーリーに登場人物がマミっていう子がこう現れてそれまでそう2人だった。それまではちゃうかった。そう、全然もうりんたろーさんと2人の世界だったけど、なんか初めてマミって呼ばれてやばいみたいな感じになった瞬間です。だからすごい、もうおえつのように泣いて。あんなもんじゃなかったですもん。もっと泣いてました。もっと泣いたんや。もっと泣いてました、本当に。いやー、アンキラちゃんどうでした、あの。でもだっけ、やっぱ私、なんか私が花火になりたいですね。私が花火になりたい。死んじゃうよ。撃たれたい。死んじゃうよ。ダメダメ、死んじゃうから。いや、それもね、思い出、思い出で ですからね。どういう意味か、はい。でもこれちょっと心配なのは、うん、バチェラーこれ終わったら、うん、そうそうこういうデートないですからね。いや、まあ、そうですよね。あの、それを毎回期待したらりんたろーさん倒れるから、もう。
いやいや、大丈夫、むしろ普通のデートしたいです。そうですよね、うんうん、まだ無理やからね、今は家だけやから、うんうん、でもこれなんかの記念日であの沖縄の場所は行くでしょう。絶対行く、絶対行くでしょ、あそこは。で、後方からあずあずがこう見てるっていうね。まだまだ痛い、ガサガサみたいな、あずあずが見ててこっちでガサガサって言ったら若様がおって何何してんのあんたみたいな。でもやっぱり改めてあの VTR を見た時にちょっと倉田さんもかっこよかったっていうあのお父さんとの意見のね、うん、はい、食い違いがあった。まあ本当になんか家族の話し合いって感じでしたね。そうですね、うん、結構生きていく中で親の意見は尊重するんですけど、もちろんです、はい、自分で決めたことは自分で、うん、あのやってきたん で、うん、でそれをまあ最終的に親は尊重してくれると分かってたんで、うん、まあちょっと言い返しちゃったんですけど、ちょっとなんかあれも花屋に団子見てるみたいだよな。もう F4 やん、 F4 なあ、かっこよかったです、かっこよかった。さあそしてですね、やっぱイラストが最初から倉田さんといえばね、数々ありました。こちらご覧ください。カードも使ったりとかいろいろね、はい、これどういう気持ちで書いてたんですか。うん、もうリンターのことだけを思って出たから毎日、うん、それで描けた作品だし、うん、はい、ちょっと重いかもしれないけど、はい、愛を込めて、やっぱちょっと思ってた、はい、いや現実やったら絶対重いじゃ、こいつ VTR 見ながらずっと、うん、僕はイラストちょっと重いっすね。いや違う、こいつ言わないでくださいよ。いいじゃないですか、もういそれ本当に正直ちゃんと分かって、ごめんなさい、それは気づいてたんだね、誤解してたんだよ本当に。やっぱ戦いですからね。そうですよね、自分の持てるものやっぱり出していかないとダメですもんね。そうです、まあ、凛太郎やったらこう受け止めてくれるかなって思っていろいろ書きましたね、うん、それでですよ最後に、うん、あの絵本そう、あれが良かった、あれはこれ泣きますよ。どれぐらいかかった。あ、これは1日で書きました。1日で、もううん、逆に 寝ずに本当に24時間かけて、うん、はい、もう1日じゃなかったら書けなかったと思う。なるほどね、その時の気持ちを全部そこに詰め込んだというか、今までの、そうですね、言うたら出会ってからの歴史ですもんね、うんうん、あそこにやっぱ多分それが伝わってか、まあ、ちょっとバチェラーも号泣されてましたけども、はい、それであの最後にはあのあれよかったっすね、チューズミーからチューズユーで終わる、もう、あ、これですよね。 あ、持ってるんですか。見たい見たい、おー、うわすげえ、これうわー、ちょっと安心してる。チューズユーだ。はー、これはいい。これは見た時どうでした、倉田さんは。いや、もう天才と思いました。いや、これはすごい。いや、これはすごい。なんか本当にこう物語を完結させてくれたっていうか、はい、チューズミーを渡してまさかそのチューズユーが帰ってくると思ってなくて。そうやんな、こんなことができたんだみたいな。めちゃくちゃ美しかったけど、正直これ思いついた時バチェラーすげえな俺って思ったでしょ。これはちょっと思っちゃいましたね。そんなもんや、これは。いや、ほんま、めちゃくちゃ真似したい。ほんまやな、で真似したいと思うじゃないですか、うん、でもやっぱバチラーじゃないとちょっとしんどい。ダメだダメ、しんどい、ダメダメですか、チャラオカルのチューズユー。ダメ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 、嬉しい。さあでも本当に感動的な結末だったんですけども、今っていうのはお互いの印象いかがですか、なんか変化ありましたか。マミさんが横にいるだけで僕のなんていうんですかね、こう稼働が2倍こう生産的にこうめちゃテキパキテキパキやれるんですよ、自分自身が。そうなんですよね、いてくれるだけで。そうなんです、いるだけでこう食器洗ったりとか、なんか別に苦じゃないんですよね。 あれなんかめっちゃ動いてんなみたいな。すごい不思議なんですよね、それが、一緒にいて。なんかだんだん力関係があっちが強なってるような気がするよね。なんかさっきからね。はいはい、あんまりちょっとこっちとしてはなんか番組側としてはなんかあんまりバチェラーに皿洗いとかさせてほしくないんだけど。ごめん。じゃあ今後2人でやってみたいなっていうことはなんかあったりしますか。実はデート少なかったんですけど、うんうん、あの行ったデートスポットにもう一回二人で行ってみたいなっていうには思います、はい、それは他のシンガポールとかもそうですし、あ、他の方と行ったとこではじゃなくて二人で行ったところにまずは行って。いや、俺もバチェラー残酷と思って。嘘やつ、他の記憶をね、こう上塗りしたいみたいな。ここは若様と行ったとこなんだ。いや、最低。でも気になるんですけども、